誰もいない。なんだあのライト、譜面台を照らしてるみたいだね。念のため室内を調べよう。うん。ピアノの蓋は開けられたままだね。椅子も外へ出たままだ。この譜面、さっき聞こえてたメロディーだ。僕たちが来る直前まで弾いていたんだね。でもどこに行ったの？この部屋には隠れられる場所なんてないし、考えられるとすれば蓄音機の後ろとか。いない。楽譜の本棚の後ろにもいない。やっぱりな、幽霊なんていないんだよ。まだわからない。明日の朝になれば幽霊の正体がわかる。え、なんで？なるほど。でもレイ、これ。え、な、なに？ピアノが何なの？なんでか美味しいよ。あ、エマが寝そうだ。寝ちゃった。はあ、やっぱりこうなる。こいつ寝起きもだけど、寝つきの良さも抜群だからな。普段こんな遅くまで起きてることなんてないから。だからってこんなタイミングかよ。ほら、エマ。ベッドまで戻らないと。幽霊。たくしょうがねえな。ほら、行くぞ。こいつ、夢見てやがる。楽しい夢みたいだね。はぁ、能天気なやつ。起きた瞬間から元気いっぱいのエマが寝坊なんて珍しいわね。いつもは私がエマに起こしてもらうのに。あれ？なんでベッドに？どうしたの？私、レイとノーマンと音楽室で。あれ？あれもこれも夢だったの？ん？エマが寝ぼけてる。大丈夫？夢かどうか確認してくる。え、エマ。起きた瞬間からフルスロットル。大丈夫、いつものエマだよ。うん、よかった。レイ、ノーマン。エマ、おはよう。朝から騒々しいな。ねえ、ねえ、昨日の夜幽霊探しに行ったよね。うん、行った行った。でかい声で言うなよ。全部夢かと思った。あ、そうだ、ピアノの幽霊、レイどうして正体分かったの？これから探すんだよ。どういうこと？エマ、みんなの指をよーく見て。朝食の手洗いをする前に見つけるんだ。指？洗面所で張り込みするぞ。ふんふんふん、ドゥ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 。あ、エマ、こんなところで何してんの？指先チェック！うわ、びっくりした。なんだよ急に。はいはい、指先チェックしまーす。うん、特に汚れてねえな。異常なーし。こいつは白だ。言っていいぞ、ドン。ご協力感謝します。どういうことだよ。ごめんね、ドン。後でちゃんと説明するから。お、おう、ノーマンがそう言うなら。指先チェック！はい、お手を拝借。はい、異常なしと。次の方どうぞ。お前ら朝から何やってんだよ。ロベルト、いいから手貸せ。うん。あれ？ロベルト指が白い。げ、あれやったのエマだったのかよ。え、何が？ピアノの鍵盤に白い絵の具塗っただろ。え、ピアノ？じゃあ夜にピアノを弾いてたのはロベルトだったの？は？絵の具のいたずら、エマじゃないの？絵の具って？あ！
こうしておけば誰が引いてたかわかるかなって思って。レイの仕業だったのか。でもなんで気づかなかったの。暗くて手元よく見てなかったんだ。鍵盤がなんか汚れてるなって思った時には遅かったよ。どうして夜に弾いてたの。別に悪いことじゃないし、昼間に堂々と弾けばいいのに。それは自由時間に弾いてるとみんな寄ってきちゃうじゃん。でもさ、そうすると明るい曲弾いた方がいいかなって思うから。確かにロベルトがピアノを弾くときはいつも周りに観客がいる。ロベルトのキラキラ星やドレミの歌はみんな大好きで一緒に歌ってるもんね。うん。けど俺は本当はさ、ひっそりとした静かな曲が弾きたいんだよ。暗くて陰鬱で重苦しい感じのさ。だからみんな幽霊が弾いてるみたいな怖い曲って言ってたのか。昼間聴いてる子たちが怖がっちゃうから夜に隠れて弾いてたんだ。ロベルト優しいね。でもどうやって音楽室からいなくなったの。それともどこかに隠れてたの。ベッドにはいなかったよね。ベッド。実はね、エマを部屋に送り届けた後、レイと全員の所在を確かめたんだ。ロベルトだけベッドにいなかった。それじゃあ二人は昨日の時点でピアノの幽霊の正体がロベルトだって知ってたの。うん。そうだったんだ。ごめんね、内緒にしてて。わざわざ言わなくてもこいつの指先を見れば一目瞭然だったからな。分かってたなら他のみんなの指をチェックしなくても。あれはノリだ。ノリだったんだ。それでロベルトどこに隠れてたの。しょうがねえな。教えてやるから誰にも言うなよ。もちろん。うん。レイも。わかったよ。コントラバスって知ってる。あ、あの大きな楽器。そう、バイオリンのでっかいやつ。実はあのケースの中身は入ってなかったんだよ。昔に壊れちゃったのか、ケースだけずっと音楽室に置かれたままになっててさ、いつもその中に隠れてたんだ。そうだったんだ。気づかなかった。よく探せばきっとケースにも白い汚れがついてたのに。正体を見抜いただけでもすごいって。すごいよノーマン。ありがとうエマ。みんなには秘密だからな。うん。ああ、つかこの汚れ取れねえ。ピアノに絵の具つけたの誰。ママ。まったく、ちゃんと拭いておきなさい。はい、布巾レイ。もうすぐ朝食よ。早く行ってきなさいね。チッ、行ってくる。ママすげえ。誰がやったかお見通しだ。さすがママだ。うん。ねえノーマン、レイ手伝ってこようか。そうだね。ふう、間に合ったね。ギリギリセーフ。みんな揃ったかしら。はーい。それじゃあいただきます。いただきます。あ、うん、おいしい。幽霊の謎は全部解決したし、いつものパンがめちゃくちゃおいしく感じるよ。あ、うん、うん、エマ大丈夫。これ飲め。まだ忘れてることあった。手紙。エマが幽霊へ当てて書いた手紙。枕の下に入れてたのすっかり忘れてた。早く食べて見に行かなきゃ。エマちゃんと噛まなきゃダメだよ。うん、二人も早く早く。なんで俺たちまで。どうエマ。待って、枕の下に。そんなのさ、そのまま出てくるだけだろ。あれ、封筒。エマは画用紙に書いてたよね。うん、だからこれは幽霊さんからの返事だよ。嘘だろ。
探したって私が書いた手紙はないよ。ちゃんと見たもん。エマ、中を読んでみたら？うん。エマ、お手紙ありがとう。僕を探してくれるのは嬉しいけれど、夜にベッドを抜け出してバスルームや音楽室に行くのは良くないよ。夜はちゃんと眠ってね。ハウスの幽霊より。あそこにいたの僕たちだけなのに。一瞬チャッキーかなとは思ったけど、エマの枕の下に手紙を入れる時間はあっても、エマが幽霊へ手紙を書いていたことは知らないはずだし。チャッキーは私たちが音楽室へ行く前に自分の部屋に帰っていったよ。そうなんだ。だから僕たちが音楽室へ行ったことを知っている人間はいない。ロベルトですら僕たちが来たことを知らなかったんだからね。どうして僕たちの知ってたこと分かったんだろう。幽霊だからだよ。すごい、幽霊から手紙来た。わーい、わーい、やっぱりハウスには幽霊がいるんだよ。よかったね。レイ、黙り込んでどうしたの？なんでもない。ん？あ、大変！テスト始まる！行こう！うん。レイ？ああ。エマたち、時間ギリギリよ。ごめんなさい！あのね、ママ。どうしたの？幽霊から手紙届いたんだよ！後で見せてあげるね。あら、本当に？すごいわね。ママの言った通りだったよ。ハウスの幽霊は私たちのことをいつでも見守ってくれてるんだね。ええ、そうよ。さ、早く自分の席に座って。うん。ギルダにもう怖がらなくていいよって教えてあげなきゃ。みんな、揃ったかしら。それじゃ始めるわよ。ヘッドホンをつけて。始め。その後、ロベルトは昼間でも自分の好きな暗い曲を弾くようになった。夜に聴くと不気味に思えた曲も、昼間聴くと心が落ち着くと思いがけず好評だった。ヘレナはしばらく騙し絵を描くのにハマって、ハウスのみんなをあっと驚かせていた。その中でも一番のファンは、一番怖がっていたアビーだった。チャッキーはというと、私たちに見つかったことで付き物が落ちたみたいにおねしょをしなくなった。そして私は、親愛なる幽霊様、あのあと何度か幽霊への手紙を書いて枕の下に入れたけど、返事が届いたのはあの晩きりだった。それじゃあ手紙の幽霊さんの謎だけは解けないままだったの？うん。手紙の幽霊さん、まだこのハウスにいるかな？うん、きっと今もマルクとナイラを優しく見守ってくれてるよ。食堂の幽霊はいたずら好きの悪い奴らだ。お前たち、懲らしめてこい。わかった、行こう、マルク。おう、エマがやったみたいに木の棒を持って行こう。木の棒じゃなくて紙の十字架。もうどんたら。ん？何の話？実はさ、俺ら食堂の幽霊の正体知ってんだ。え？トーマ、何を？シーツなんてかぶって。あ、まさか悪霊を立たさず作戦。その辺にしといてやれ。仲良く遊びましょう。今思えば、手紙の幽霊ってママだったんだよね。ここにいる幽霊はハウスの子たちが大好きで、みんなを見守っているのよ。見守ってるか。あの頃の私たちは何も知らなかった。だけど確かに幸せだった。でも今の私たちは、エマ、今の私たちは知ってしまった。だけど何が幸せなのか
自分たちで選ぶことができる。ああ、押し付けられた幸せじゃねえ。俺たちが自分で選んでこの手で掴む、俺たちだけの幸せだ。うん、僕たちならきっと掴める。絶対にできる。ああ、絶対にやるぞ。約束。約束。約束だ。